いない、先生が遅い、遅いですね、一回見てみます まだ先生来ないね、始めよう、始めよう、始めよう、はい、皆さん始めよう、こんにちは、 TLS アマンダです。 TLS のクラッシュンがシーズン3エピソード3、頑張りましょう、あ、先生来た、 あれ始まってる、先生が来た、もしかして始めてくれましたか、あ、すいません遅れました、じゃあもう今始まりましたか、アマンダ先生の方がいいかな、よかったです。アマンダ先生の方がいいです。すみませんでした。大丈夫です。じゃあ、始めていきましょう。よろしくお願いします。イエーイ。YouTube を見てる皆さん、こんにちは。スポーツな野球が好きな渋谷です。今日はよろしくお願いします。YouTube を見ている皆さん、こんにちは。スポーツなサッカーが大好きなジャイです。どうぞよろしくお願いします。YouTube を見ている皆さん、こんにちは。食べ物ならカレーライスが好きなマネです、どうぞよろしくお願いします、よろしくお願いします、 YouTube 見ている皆さんこんにちは、これなら上野の公園が大好きなレミです、よろしくお願いします、イエーイ、アマンダさんカレーが好きって言ってた、あ、とても大好き、うん、日本のスタイルのカレー、はい、ダイさんサッカーって言ってたね、日本でもサッカーを見る、はい、そうです、そうかそうか、え、みんなが日本に来たのっていつぐらい、私は去年の11月に来ました、去年か、ちょうど1年ぐらいですね、うん、そうですね、はい、レミさんはいつ、去年に12月、アマンダさん、あ、今年1月じゃあ11、12、1できたの、うん、でさ、みんな時差ボケって知ってますか、うん、時差ボケっていうのは日本と例えばインド時間違いますよね、うん、アメリカも違う、フランスも違う、だから日本に来た時あれってなるのが、あのちょっとなんかボケた感じになるのが時差ボケ、日本とインドはどれぐらい違う、3時間ぐらい、3時間半、3時間半くらいです、そうかそうか、フランスは8時間、あ、結構違うね、アメリカは、うん、カリフォルニアには、うん、12時間、12時間が違うんだ、みんな時差ボケはあった、ジャイさんは来た時あんまりありませんでした、そうか、ちょうどよかった、レミさんは飛行機で寝られたので、あ、大丈夫だった、あ、じゃあ飛行機でうまくバランスを取ったんですね、アマンダさんは、はい、あ、2時間くらい ありました、3日間、はい、3日間、じゃあ日本に着いて3日間ぐらいはそうです、だったんですね、そっかそっか、時差ボケか、うん、またなんか旅行とかに行くようになったらこれからまた時差ボケとかもあるかもしれないですね、いつかまた行きたいですね、まあ頑張っていきましょう、ということで今日も、JLPT1 ヶ月前スペシャルということで、みんなの聴解のポイントがアップするように勉強していきましょう、で皆さん前回の勉強って覚えてますか、前回勉強、何勉強したの、絵を見てイマジネーションです、そうです、ありがとうございます、すごくいい言い方、そう、絵を見て、どんな質問が来るかなのイマジネーションやりましたね、うん、とても良かったです、で今日はもしかしたらちょっと遅いかもしれないんですけど、まあ、来年の JLPT もあるのでそのための勉強をしていきましょう、うん、でみんなが受けるのは、N5 から N1 で今回どこを受けるの、みんな N3 です、 N3? うん、うん、みんなどのレベル受けるの、 N3、 うん、 N3、 N2 みんな受けますね、うん、で、大体 N2 のレベルだと、問題の4番ぐらいで、問題の4で出てくる応答問題っていうのがあります、うん、で、応答問題の答えのチョイスは3つだけ、うん、で、会話もショート、うん、なので、3人は先生、イージーイージーって思いますよね、うん、でも留学生が一番間違いやすいのはこの応答問題かもしれません、うん、なので今日はこれをちょっと勉強していきましょう、いいですか、
じゃあ私が一つ、例を見せます。なのでちょっとそれを聞いて答えを考えてください。いいですか？ちょっと言ってみましょう。ポーン。1番、私に手伝わせていただけませんか？1、仕事早いですね。2、そうすればよかったですね。3、いやそういうわけには。どうですか？大体こういう感じの顔になりますね。 OK です。そしたら3人前に出てきて、私もう一回読みます。で、ちょっとメモをして聞いてみましょう。じゃあ3人ちょっと前に出てきて、よし、じゃあもう一回私が読みます。みんなホワイトボードにメモしてください。行きましょう。行きます。1番、私に手伝わせていただけませんか？1、あ、仕事早いですね。2、そうすればよかったですね。3、いや、そういうわけには。どうでしょうか？じゃちょっと聞いてみましょう。レミさん、1番どうですか？1番、仕事早いですね。素晴らしい、いいと思います。YouTube を見てる皆さんも聞こえましたかね。ちょっと聞いてみてください。じゃあ2番アマンダさん、お願いします。そうすればよかったです。素晴らしい、さすが。じゃあ最後ジャイさん、お願いします。いや、そういうわけには。 OK、 やっぱり皆さんここまではすごくよくできてます。ありがとうございました。素晴らしい。OKOK、ということで、じゃあ一回座りましょう。座ってもよかった。でもこれを聞いた後に答えを選ぶ、これが結構できなくて難しいですね。ということで、答えを考えてみましょう。で、さっき質問、手伝わせていただけませんか、これどういう意味ですか？手伝ってください。手伝っていいですか？そうですね、手伝ってください。ちょっと丁寧な言い方、手伝ってもいいですか？そう、その意味になります。何々してもいいですか？これは許可です。アンサーはイエスかノーになります。じゃあみんなが書いてくれた答え、イエスノーありますか？でもこの中でノー選ぶとしたら、ノーはどれだと思う？3番。どうして3番？いや、書いてないです。ああ、素晴らしい、いいイメージですね。そう、嫌が書いてあるから3番かな。わかんないけど多分3番かな。そのイメージとてもいいです。さっき書いてくれた、いやそういうわけにはの後ろ、実はこれがカットされてるんです。で、後ろに書いてあるのは、いやそういうわけにはいきませんが入ってます。これの意味は、ちょっとありがとうございます、でもちょっとトゥーマッチですみたいなイメージ、それがそういうわけにはいきませんになります。例えば、レミさんはもう誕生日ですね。で、私がレミさんに、車を買わせていただきます。ありがとうございます。フェラーリください。いや今断る練習だからダメです。しっかりノー言ってください。いいですね。もう一回、私レミさんの誕生日に、車を買わせていただきます。ありがとうございます。フェラーリください。なんでこっち行ってよ。私は車を買わせていただきます。ありがとうございます。そういうわけにはいきません。そういうことですね。ジャイさん、じゃあ飛行機で、ジャイさんを北海道に連れて行かせていただきます。そういうわけにはいきません。そういうふうに使うんですね。これがそういうわけにはいきませんでした。皆さん OK ですか？じゃあちょっと一緒に練習してみましょう。本番の時もしっかりこういうふうにメモを取って。じゃあ例えば私がこれを言いました。
B さん、ここは分かりにくいです。最初 A さんはどんなことを言うかな。ちょっとここの例文、例題考えてみる。イマジネーション。そして遅刻しました。すみません、ここは分かりにくいです、うん、こんな感じ。他どんなものが入りますか。どうして地図を書いているんですか。いいね。どうして地図を書いているんですか。ここは分かりにくいです。それいいですね。じゃあ、レミさん A、ジャイさん B で行ってみましょう。どうして地図を書いているんですか。ここは分かりにくいんですか。いいね、そんな感じ。うん、素晴らしい。やっぱこのクラスすごいですね。ありがとうございます。こんな風に練習するときは、今まで勉強したみんな中級の文法で、この前をちょっと想像してみる会話を練習してみる。なので来年の JLPT もあるので、そこにも向けてしっかり勉強していきましょう。皆さん今日大丈夫ですか。大丈夫です。今日勉強したのはこれ応答問題、ショートので選択肢3つの問題をやりました。じゃあ、今日はこれで終わりましょう。皆さんまたねー。またねー。